はい。というわけで、これ、ズームはバックアップで撮ってるだけで、こっちの GoPro で私を映してる動画だけが世に出ますので、皆さん顔は出ませんので安心してくださいね。まあ、皆さんと言ってるのはなぜかというと、今回は、日用消費財メーカー開発職の、人にそのまま残ってもらいながら、食品メーカー生産技術職のインタビューをするということで、私のそのインタビューだけじゃなくて、まあちょっと隣接しているようなね、仕事を実際やっている人から気になる点もあったら聞いてもらおうという、今回はちょっと特別会になりますね。はい。食品メーカー生産技術、あなたもう長いですね。何年やってるんですか？この春で9年目になりまあ、す。9年。9年間、まあ、同じその生産技術という職種をやっているわけですよね。いや、実は移動がありまし移て、動してるの。はい、ただざっくり言うと生産技術のその仕事からは出てなくてですね、一般的に言われる生産技術で、1年目、採用されまして、5年目の終わり、冬くらいまでその部署で、してまして、で、その後が、2月だったんですけど、ちょっと本社の方で部門間をまたいだプロジェクトが発足しまして、そちらの方に招集されて、で、それが一応期間限定のプロジェクトだったんですけども、2年ほど、1年半ぐらいですかね。で、ある程度の成果が認められて、高級的な、部署として、組織化されまして、今に至るというところベーコンでレタす。スバーガーとかのパターンですね。期間限定で出してくるもので、もう、レギュラー商品になってしまったみたいなね。そうですね。ニーズがあったという。ニーズがあったってことですよね。で、もともとは、生産技術といううち、工場側に属する部署なんですけど、今は、どっちかというと、本社のその開発側に属する部署として、その新商品の立ち上げを、速やかにするというところ。で、その開発と工場の橋渡しじゃないですけど、そこに、フォーカスした部署になっています。なんか近い仕事してるね。本当にそうですね。そうなもんともとは、その1年目から5年目まで過ごした部署が、ある程度この守備範囲を持ってたんですけども、そこの部署が、なかなかに守備範囲が広すぎる部署だったので、専門特そ化こしたに部手隊がを作っ回りたわにけくよいっていうね。ので、そこだけに特化した部署を作ろうという流れで今できた形ですね。なるほどね。さっき部門間を、またいだみたいなプロジェクトって話だったけど、部門って例えば抽象的な言葉で言ってほしいけど、どういう部門に分かれてるんですか？その時集められたのは、購買部で、開発部と、その工場に属する生産技術を、製造からも一人という形で、一人ずつぐらい集められた部署でしたね。そういう、まあ、それが、まあ、高級的な部署になって、今、仕事しているということですけど、ちょっと順を追って、まず、その5年目までやってたね、入社から5年目までやってた工場に属す生産技術のところで、やっていた仕事の、内容を聞きたいんやけど、まずその仕事の目的ってどういうふうに定義されるんですかね。いやー、一つじゃないんですけど、大きくは大きくは。二つぐらいに分かれるかなっていうところなんですけども、一つは、さっきも言ったその新商品の立ち上げ、開発部で試作が上がってきたものを工場でできるように、条件出したり、必要設備を手配したりだとか、っていう、仕事がまず一つですね。新商品の立ち上げというところ。で、もう一つは、工場でのその、原価削減という、一言で言うと、これ効になり率ますか化。ね。効率化だったり、ぶどまり改善だったり、あとは最近で、流行りの AI だとか、見える化だとか、そういうのを図りながらの、人員削減っていうところが主な業務でした。ぶどまり工場ってどういうことか、もうちょっと教えてもらえますか？実際その工場で製品を作ってると、どうしてもその廃棄せざるを得ない部分だったりだとか、
家で料理しててもフライパンに焦げ付くものとかあるじゃないですか。そういうのを極限まで減らして、購入した原料ができるだけ多く製品になるようにというところで工夫を凝らすような仕事が多かったですね。なるほどね、なるほどね。AI とか、その後 BL 化って言った？見える化ですね。はい。それ何それ？今までその感覚でしかつかめてなかったその工場での現象だとかを、最先端じゃないですけど、そのセンサー類だとか、そういう計測機器を使って数値で捉えれるようにして、それで工場の、なんていうんですかね、異常を事前に察知したりだとか、あとはそのいい製品が作れる条件っていうのを、そういう感覚ではなくて数値で管理できるようにするだとか、そういうところですかね。なるほどね。で、そういう目的のもと、その工場側の生産技術で5年間やってたあなたの仕事の中身、具体的に、自分が仕事してるところが、その聞いてる人が思い浮かぶように、ちょっとどんな仕事ですかっていうのを話してもらえますか？そうですね。一番思い出深く残ってますのは、一日、製品って、なんていうんですかね、決まった袋数しかできないんですけども、それを、これだけ作れるようにしなさいという、指示が上から降りてきまして、で、包装ラインだったんですけども、そこで、億単位のお金を使って、一つの生産ラインの構築っていうんですかね。包装機から、最後の、箱詰めだったりだとか、そういうところまでを作ったといいますか。作ったね。最初はその机上で図面を描くところから始まるんですけど、それをほうほ実際、製品が流れる、生産ラインを作って、う。それが動いて、で、先ほど言ったその原価削減じゃないですけど、想定している原価っていうのがありますので、それ通りに人が配置できて、それ通りに人が動いて、製品が動いてっていうのを最後、立ち上げまで、担当する、管理するっていう方が正しいですかね。そういう仕事なるほど。ですか。だから、単位あたりの、その1日あたりの、その袋数を増やしながら、その人の人件費とか、そういうことも含めて、ちゃんと経費の中に収めながら、今の、機械を、例えば、新しいものに例えば変えるとか、どこから何を買ってどう並べるんやみたいな、工場にどう配そう置ですするんやね。みたいなことを、図面を描いたり、いろんな機械メーカーさんとやり取りしながら決めていくってことですか。なるほど。あなた、大学院ではお魚の研究してたじゃないですか。そうですね。お魚の研究でしたね。お魚の研究してたのに、いきなりそんな図面描いたりとか、機械を検討したりとか、できるんですか？ いや、できないですよ。できないよね。そうよできないでね。す。そうやね。なんで、それ大変だったでしょう。どうしていったんですか？いや、もう1年目の頃はそもそも話してる単語の意味がわからなかったので、そうよね。で、一般的なその業界の用語もありますし、その社内で、